はい、お久しぶりです。無双です。レイリーのね、使い方が、ようやく、ちょっと分かってきたんで、まあ、ちょっとそれをご紹介したいかなというふうに思います。レイリーね、強い。こいつ強いよ、マジで。で、まあ、何が強いかというと、このカウンター技が強い。カウンター技があるんやけど、このカウンターはね、常に張った状態、まとった状態にしといて、そう、このなんていうか、この周りに白い糸がかかってる状態みたいな、これを常に張った状態にしといて、で、戦いに行くって感じ。で、あとは、チャージ2が強い。チャージ3か。ごめんなさい。チャージ3が強い。地上も空中もなんやけど、チャージ3が強くて、これね、アーマーブレイクするのよ。チャージ3。しかも範囲もめっちゃ広くて、っていうことで。で、カウンター今発動したんやけど、カウンターがなくなったらまたすぐ張ってっていう感じで、このカウンターを張っとけば、まあ、火ダメも減るし、で、相手が砲撃してきたら、これで、カウンターで攻撃もできるし、ということで、一石二鳥なやってね、火ダメも減らせて、相手のアーマーも剥がせてっていう風になるので、めっちゃ強いんやってな、レイリー。マジで。OK、 とりあえずこのカウンターを張っておくと、常に張っておいて、で本気バーストでチャージ3で、あ、で今カウンター発動したんやけど、カウンターが発動したら相手の引き溜めも減らせるし、相手のガードも割れるしっていうことで、めちゃくちゃ強いんやってね。でもすぐ晴れるし、でこの特殊技がめっちゃ強いんやって、この連続斬りみたいなやつ、これがめっちゃ強いマジで。空中で発動できるのもポイント高い。オッケーオッケーオッケー。基本的に空中にいればいいかなって思うやってな、レイリーは。オッケー。そう、アーマーも割れるからね、これで。ザン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 。えい。オッケー。ゲームを続けよう。この状況、カードこれまでだ。これがカウンターね。何が海賊王無双だ。海軍の目が黒いうちは好き放題させん。まあそのアーマーブレイクのね、範囲自体はかなり限定的なんやけど、かなり狭いんやけど、まあ、全然当たるしね、でも。全然当たるので。とにかくね、火ダメを減らせるんだよね。とりあえず貼っといて、とりあえず貼っとけばいいと。そう。カウンターがマジで強い。便利技。OK。戦国は怖いので、なるべく早めに倒す。OK。で攻撃範囲も結構壊れてるからこいつ一瞬でたまるよね、特殊技が。まああとね特殊技もう一個入れてるんやけど、かっこいいから入れてるだけっていう技あるからね。これこれはあれ、今カウンター発動したけど、これね、これめちゃくちゃかっこいいんやけどあんま強くないっていうかっこいいんやけど強くないっていう、でもかっこいいから入れてるっていう。まあ基本的にはこの特殊技で削れるかな。特殊技っていうか必殺技か。カウンター強いよなこれ。自動発動ってのがめちゃくちゃいいわ。まあまあロジャーほどのね削り性能はないけど使いやすいよなレイリー。カウンターで割って必殺。おれい。やばい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 。オッケーオッケー。まあレイリーが硬いんだわなここ。オッケー。ロジャー海賊団のクルーを相手にここまで。ロジャーが喜びそうだ。これは海賊王になる男、天下無双の海賊だ。今回のライブはエンドレス。やっぱ空中戦が楽しいキャラって使ってて楽しいよな。なんか日本語おかしかった今。空中戦が楽しいキャラって使ってて楽しい。まあいいかこの辺は敵ではないと。光月おでんの剣に手加減はない。1か所に集めて必殺。 OK。 ここで立ち上がらずして僕は光月おでんを名乗れない。見切ったこの程度、見切ったこの程度か。見切ったこのここまでか。あげよ、この程度。伏線橋の誇りを見せよう。使ったね。見切った甘くはこの程度。いや、見切ったこの程度。やるぞ。私は常に真剣なんだよ。うん、やっぱカウンター張ってるとね、安定感が違うね。安心する。めちゃくちゃ安心する。まあ、食らっても大丈夫やろっていう。心にゆとりができるというかね、まあ、加えてレイリーってあれやから好きな時に回復できるから、なんていうか余裕を持って戦えるような。オッケー。ういー。でカウンター張っといて、あとお酒飲んどくか最後に。回復と攻撃アップしといて、オッケー。これが強いよな正直。60秒やしな。あと最後に、スキルをちょっと紹介しておくと、まあ、これ本当は最初にしとけばよかったんやけど、まあ、起死回生の力、踏ん張り、本気バット強化、ヒーローの力、合力、特殊技強化、強破、死粉塵、起死回生の体。やっぱ起死回生の体がいいね。防御力が上がるんで、安定感が違うな。あったら。まさかこれほどとは思っていなかった。私も全力で相手させてもらうぞ。まあこの3人のイエド、とりあえずカウンター張っとけば全然怖くないって。オッケー。俺のげんこつを食らわせてやる。頂点を目指す。伏線長の誇りを見せよう。面白い戦いになりそうだ。生きててこその殺し合い。始めようか。とりあえず距離取って。やばいやばいやばい。誰一人倒産よ。かっこいいんやけどな、この技。めちゃくちゃかっこいいんやけど、全然強くないっていう。俺が海賊王無双だ。俺いい。まだ倒せんと。カウンターで倒せんかな。俺いい。レイリーが残っちゃった。レイリーが残っちゃったわ。カウンターで倒せんかな。来い。俺いい。えい。強っ。カウンター技がマジで強い、こいつ。これがなんか、一番安定するような気がするな、レイリーは。まあ、もともとの性能がめちゃくちゃ強いんで、まあ、とりあえずカウンターで火ダメを減らして、まあ、あとは、通常の技なり、特殊技なりでガンガン減らしていけば全然戦えるキャラやなっていうふうに思います。戦えるキャラどころかめちゃくちゃ強いこいつ。テクニックタイプってよりもスピードタイプやからね、どっちかっていうと。いい風だ。うん、レイリーでめちゃくちゃ強い。使いやすいし、こいつ。本当にね、使いやすい。間違いなくテクニック界最強なんじゃないかな。本気バースト中の攻撃範囲がやばいね、こいつも。まあ、火力で言うとやっぱロジャーとかには劣っちゃうけど、まあそれは仕方ないとして、にしても強い。安定感があるって言った方がいいかな。レイリーは。カウンター技で火ダメ減らせるし、反撃できるし、で、攻撃範囲広いから特殊技すぐ溜まるし、あとは、アピールで回復と攻撃力アップできちゃうし、めちゃくちゃ強い、こいつ。楽しいし。やっぱ空中技が楽しいキャラ、空中技が豊富なキャラって使ってて楽しいって思うな。うん。さすがダウンロードコンテンツっていうだけであると思います。はい。ってことで、レイリーで、真の海賊オウムスをやってみました。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。